EU 元大使が中国のスパイ活動ドイツのシュピーゲルによりますとドイツ出身の EU の元大使らが中国の国家安全省に対し情報漏洩を行った疑いで検察の捜査を受けていることが明らかになりましたこの EU の元大使らは 2017年から民間企業に関する情報を中国政府に対し流し始めたとされております。この中国のスパイは様々な形でスパイ活動を行っており、今回は EU の元大使らがスパイに したてあげられてしまっておりますので、日本政府にはこういった中国のスパイ活動に対し、監視を強めていただき、政府の民間企業の情報が中国政府に盗み取られないように、対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。